皆さんこんにちは、203です。今日は新しい自転車パーツを買ったんで紹介していきたいと思います。実は通勤で使う自転車を1台組み立てようと思ってまして、今僕が持ってるバイクっていうのは、スペシャライズの S ワークスのターマックの SL5 っていう一つ前のモデルですねを1台メインで使ってるのと、最近買ったトレックのマドン9ですね、こちらを、組み立てて最近よく乗ってるんですけども、今持ってるのはこの2台だけになります。どちらもカーボンでフラッグシップで、コンポも、デュラエースっていうことで、ちょっと通勤に使うには、ちょっと盗難とかが怖いなっていうのがあって、ちょっとこの2台で通勤はちょっと難しいかなと思ってます。通勤用の、自転車として1台組みたいと思ってるんですけども、どのコンポで組むかっていうのをいろいろ考えたんですけども、新しくって言っても結構経つんですけども、R7000 の105ですね、こちらをちょっと試してみたいなっていうのがあって、フル105ということで今回ちょっと組んでみたいと思います。こちらが、今回買った105のセットになります。僕としては珍しく新品を買ってます。105の R7000 の方なんですけども、中古とか、オークションとか、フリマアプリなんかだと R7000 の105結構人気があるんで、全然値落ちとかしないんですよね。なんで中古で買っても新品で買ってもそんなに値段が変わらないっていうこともあって、今回新品で買ってます。それでは開けていきます。はい、こちらがフロントディレイラーですね。ちょっと開けてみましょう。なかなか厳重な、ここですね、説明書があって、こういう形で入ってます。今回、実はですね、バンドタイプのものを買ってます。なんでかというとですね、今回用意したフレームがですね、ちょっと古いタイプのものを安く買ったんで、ちょっとバンドでフロントディレイラーをつけるタイプになってます。直付けのものと、値段そんな変わんないんですけども、 K のここのサイズがいくつかあるんで、それを選ぶ必要があります。で、直付けのものはまたこのバンドがなくてっていうのが売ってるんで、ここはちゃんとそのフレームに合ったフロントディレイラーを、選ぶ必要があるんで気をつけてください。なんで直付けのフレームを組むのに、バンドタイプのものを買っちゃうと失敗しちゃうんで、そこはちゃんと調べてから、買うようにしてください。次がこちらリアディレイラーですね。こちらもちょっと開けていきましょう。今回買った105なんですけども、全部ブラックのモデルを買ってます。で、こちらのリアディレイラーは、SS タイプのものですね。ケージがショートのものです。ショートケージタイプのものを買ってます。うわ、結構ベトベトですね。はい、こういう形で、デザインがシャドータイプっていうデザインになってまして、なんていうんですかね、ディレイラーの出っ張りが少なくなってるんですね。外側への出っ張りが少なくなったスリムな形のデザインになってまして、転倒とか落車とかした時のダメージを少なくするっていうような設計になってます。で、ショートケージタイプなんですけども、少しな長くなってまして、リアが、30T まで対応してますね。なんでヒルクライムバイクなんかを組むときには 30T まで使えるんで、結構ロングケージを買わなくてもこれでいけるかなっていうのがあります。で、今回ディレイラーのここの関節の部分が一つに
になってるんですよね。シングルアクションみたいな形で、ここが前は2つ曲がるとこがあったんですけども、1つになったんで、ちょっとタイヤホイール交換するときなんかはちょっと取り外しにくいかもしれないですね。はい、こちらが R7000 のリアディレイラーです。かっこいいですね。ものすごくデザインがすごいかっこいいですね。はい、次がカセットスプロケットですね。こちらもスプロケット入ってますね、セットということで。今回リアディレイラーが、ショートケージでも 30T まで使えるということで、波数は11から30のものを選んでます。こちらは、まあ、ちょっと開けるとしてもちょっと見る程度ですかね。こんな形です。結構 30T だと大きいですね。軽さと大きさとバランスを取った感じですかね。はい、11枚ギアですね。11速のギアになってます。はい、こちら、デュアルコントロールレバー STI レバーですね。 STR7000、ブレーキとシフトのレバーですね。こちらもちょっと開けてみましょう。こういう形。はい、今回、ここを見て分かる通り、レバーのところに105ってこう文字が入るようになったんですよね。今まではここにちょっと入ってる程度で、特にレバー正面から見た時には何もなかったんですけども、今回アルテングラとかデュライアスみたいな形でここに105の刻印が入ったんで、ちょっとかっこよくなりましたね。こちらが右のレバーですね。どうですかね、ちょっと、大きさ、握りの大きさ的には、まあ、普段ちょっとディラエースに慣れてる身としてはちょっと大きめには感じますね。ただ、まあ、前のモデルと比べると少しちっちゃくなってるんですかね。まあ、これは本当前のモデル5800の105から結構見た目が変わったパーツの一つかなと思います。で、僕が期待しているのは、このシフトの押し込みのこのフィーリングが変わったかどうかがすごく気になっているところで、前の5800の、105も一時期使ってたんですけども、変速性能自体は特に不満はなかったんですけども、その変速する時のこのレバーの動きがちょっとグニャっていう感じなんですよね。アルテグラ以上になるとカチッカチッっていう音がして、その合成感というか操作感がダイレクトな感じがしたんですが、これはちょっとグニャっとちょっと柔らかい感じがして、シフトするみたいな感じで、そこがフィーリング的にはちょっと好きじゃなかったとこがあります。それがちょっと今回直ってるのかなっていうのが気になります。もしその操作感が質感が良くなってるんだったら、もうこれですごく十分というか、アルテグラ以上じゃなくてももうこれでいいかなっていう感じはします。あと、まあ、これ以上のグレードを求めるっていうのは、まあ、その自己満足とか、あとは重さですね。重さは結構差が出てくるんで、軽くしたい時には上のグレードの方がいいと思うんですけども、普通に乗る分にはもうこのフィーリングがもし良ければこの105で、もういいかなっていう感じは個人的にします。で、付属品がこちらはケーブル類が、ブレーキケーブルと、シフトケーブルですね。で、ケーブルの受けとかも全部入ってますね。アウターケーブルとインナーケーブルも全部入ってます。と、次はこちら、
ブレーキですね。キャリパーブレーキ、まあリムブレーキですね。 BRR7000、こちらも R8000 とか、R9100 番台と同じようなデザインの、ブレーキに変更されてますね。ちょっと片方だけ出してみましょうか。はい、あ、こんな形で、はい、こんな形でここに105って書いてます。で、5800の105と比べて何が違うかっていうと、ここのところが、5800まではこのぐらいで止まる、締めると止まる形だったんですけど、今回のはこっちまでカチッといく形になってます。で、前の105はまあこう締めても締めなくてもどっちでもまあ使えたんですけども、まあタイヤのリムの、ホイールの太さによってまあ変えたり調整できたんですけども、今回のはちゃんと締めないとブレーキがあんまり効かないみたいな話を聞くんで、今回これ締め忘れないように使いたいと思います。ちょっと重さ的には多分前の方が少しだけ軽いんじゃないかなと思います。はい、大きい箱ですね。フロントチェーンホイールって書いてあるんですけど、クランクですね。 FCR7000 クランクとチェーンリングのセットですね。刃数は 50-34、 クランク長が 170mm、 色は黒です。はい、まあクランクというともう本当まあ自転車の顔的なところになりますね。クランクがかっこいいと本当自転車がかっこよく見えるというか、で今回やっぱりデザイン的にもその上位モデルのデザインをそのまま引き継いだっていうことで、まあこの形が、R8000 のアルテグラなんかと同じ形ですね。で、全部黒で、 R8000 のアルテグラだとちょっとグレーっぽいんですけども、こちらは完全な黒ですね。艶消しの部分と光沢の部分の切り替えになっててかっこいいですね。今回本当多分ここが一番見た目で変わってかっこよくなったかなっていうパーツだと思います。もうちょっとパッと見がそのアルテグラなのかデュラエースなのか、まあこれだと105なのかっていうのは形だけだと分かんないんですよね。色がちょっと似てきたっていうのもあるんですけども、なんでその105としては上位モデルにちょっと近づいたということで、まあちょっと105的には特な感じはありますよね。これと本当フロントのレバーがカチッとした感触になってればもう本当105でいいかなっていう感じがします。あとはまあ本当自己満足でデュラエース使いたいとか、まあ、軽量化で使いたいみたいな形かなと思います。なんかこうよりカブトガニ感がすごく出た感じはしますね。このグロスとマットの切り返しが結構おしゃれというか高級感があってこれはいいですね。今回デュラエースもブラックになっちゃったんで、逆を言うとそのデュラエースとアルテグラなんかが遠目で見た時ちょっとどっちか分かんないみたいな形になったんで、結構僕的には個人的には前のシルバーの9000番台のデュラエースがもうパッと見すぐにこうデュラエースだって分かるんで好きだったんですけど、今回、まあ、全部、3つとも黒系で形ほぼ一緒でっていうことで、その 見た目の何ていうんですかね、ヒエラルキーみたいなちょっと、なくなったかなっていうのはあります。なんで逆を言うと105の人は結構優越感というか高級感が出てお得感は出たかなと思います。はい、最後チェーンが入ってますね。11速の105のチェーン、
これが入ってないかなと思ってたけど入ってましたね。で最近チェーンも105でも結構高くなってるんで、まあ、セットの中入っててちょっとありがたかったですね。ということは BB だけ入ってなかったっていうことですね、今回のセットでいうと。まあ、あの BB はもう105とかデュラエースの価格差があんまりないんで、まあ、BB はもうデュラエース買っちゃった方がいいかなとは思います。ということで今回はシマノのコンポ R7000 の105の開封でした。今後これを使ったロードバイクを組み立てていきたいと思いますんで楽しみにしていてください。それではまた。